はい、どうも、世界一ストイックな巻物、TKTK です。はい、更新情報を見ていきましょう。はい、まずは百科美人ってことで、カンネが来ますね。カンネに関しては SSR で取れる扇と、SSR と SR で取れる扇があって、両党と組んだ扇に関してはそこまで能力値上がらないので、意外と SR キャラクター取るのが、はい、この限定特典の中にある、はい、ここですね、限定トレジャーっていうところで、原宝を使って取る形になるんで、はい、なぜかこのゲーム SSR は無料で剣なんかを集めて取りに行けるのに、SR に関しては原宝かかるんですね。はい、それか、今日来る水筒巨星っていうイベントですね。後で説明しますが、それで課金して取るかの、はい、どちらかの選択肢しかこの領土の取得方法がないので、はい、その割に上がる効果値がそんなに高くないので、これは基本的に後回しでいいと思います。で、この SSR4 体の HP5% と HP 吸収 4% の置きは結構内容としてはありがたいものになっているんですが、はい、ここに太刺字がいて、はい、このキャラクター課金しないと取れないキャラクターになっているので、無課金の人はこれ諦めるしかないですね。はい、微課金以上の人は狙っていきたい奥義になってます。はい、で、その他はちょっと UR が絡んでたり UR 線が絡んでたりしてちょっと取りづらいですね。はい、で、百科美人ガチャに関してはこんな感じで、最終日に残り1回だった場合に日をまたいで次の日ですね、無料枠分1回回すと、はい、ここの確定絆枠10もらえるんですが、はい、ここの残り回数っていうのはメンテ明け後も引き継がれるので、ここで1回無料で回してしまうと義援の絆は手に入るんですが、明日の観念の絆が遠くになってしまうので、そうなってくるとこの義援か観念どっちがいいかってところですね。はい、ちょっと見ていきますか。はい、そうすると義援に関しては、はい、これですね、芝居と義援と紹介で命中値の扇をつけることができるので、まずこれが結構ありがたいですね。そしてなんといってもこれですね、はい、超運っていう UR のキャラクター、ラキスタにも並んでるので割と取りに行きやすいキャラクター、プラス SSR だけで組んだダメージ反射 10% が上がる奥義ですね。はい、これはね、ポーチ少女プレイヤー全員が取りに行きたい奥義になっているので、今回の百科美人の優先順位でいうとこっちの義援の方が上なのかなっていうところで、はい、私だったら、今回日をまたいで残り1回だった場合にはその1回分回して絆10もらいに行きますね。絆120まで貯めるのはこの高級ガチャ券ですね。はい、これが潤沢にある人は回しに行ってもいいのかなってところですが、基本的に原宝を使って取りに行くのはやめた方がいいと思います。二次キャラクターに貯めておきましょう。はい、そして次、水筒巨星ですね。水筒巨星に関しては1日600元宝分、まあ、つまり1200円分ですね、課金すると、はい、この下に並んでる宝箱をミッションを達成した日数に応じて1日目この元宝、2日目、3日目、4日目、5日目というようにミッション達成日数が増えていけばいくほどより良いアイテムをゲットすることができるイベントになっていて、まあ、特に目玉の5日目の宝箱の中には幸運剣っていうアバターガチャで絆を一気に2倍ゲットできるレアなアイテムと千両育成炭30個、そして萌姫パックっていうこの上の副賞たちですね。はい、SR の副賞なんですが、これらの副賞普通にはゲットできなくて、ゲットしようと思ったら、はい、ここの限定イベントの下の方にある限定トレジャーですね。はい、ここの限定トレジャーの宝箱を使ってランダムで絆を集めていくっていう風に貯めていかなきゃいけないんですが、これで取ろうと思うとだいたい4000元宝ぐらい、 SR の副賞を取るまでに元宝を消費するっていうのが、まあ、今まで私が何回もやってきた中での大体の体感ですね。なんで限定トレジャーで元宝を消費して入手するか、この課金イベントを5日間毎日600元宝分購入して、まあ、5日間ってことで合計で3000元宝分なんで6000円ですねの課金をした場合に必ず1人無料でゲットすることができるので、まあ、課金してゲットするかっていう2択になってます。で、特にこの中にいる超春夏っていうキャラクターですね、このキャラクターに関しては先ほどの限定トレジャーのラインナップに並んでいないので、ここでしか入手することができません。まあ、とは言っても超春夏に関してはスキル性能も SR なんでめちゃくちゃ低いし、奥義に関しても一応まあ解放しやすい奥義はあるんですが、そこまで美味しい奥義ではないので、まあ、10課金以上の課金ペースの早い人は狙いに行ってもいいかもしれませんが、微課金の人は先送りしてしまってもいいイベントだと思います。このイベントに関しては別の課金イベントなんかで課金していれば勝手にここの1日600元宝の上限クリアしていくので、まあ、5日目まで狙う人以外は特に意識しなくていいイベントなのかなっていうふうに思います。まあ、月ギフトが切れそうだとか、まあ、軍令イベントが来ただとか、まあ、タヌキイベントでいい倍率が出たとか、まあ、そういった機会が重なった時に5日目まで挑戦していけばいいのかなっていうふうに個人的には思いますね。はい、そしてラキスタですね。はい、ラキスタに関しては今回バトウ経過浮きつっていうふうに来るんですが、まあ、この3名どれも奥義としてはあまり解放しやすくて優秀な奥義がないので、まあ、どれを取っても特に大きな違いはないので、まあ、興味が惹かれるものから取っていくといいのかなというふうに思います。はい、一応2次まで出てるのはバトウと経過で、はい、経過に関しては一撃必殺キャラクターになっているので、2次化した経過ですね、バフ全剥がしできて撃砕をつけて殴れるということで、なかなか昔は強かったんですが、今ナタが出てきたりして一撃必殺キャラクターですね、はい、というのが結構肩身狭い思いしているので、経過は結婚イベントが出るのを楽しみにしたいですね。で、バトウに関しては割と最近のキャラクターで、スキル1で敵2名に撃砕をつけながら 1000% のダメージをぶつけていくと、で、撃殺に成功すればもう1回攻撃ができて、その時には 2000% の2名攻撃でまた撃砕つけられる。で、そこでまた撃殺できれば次は 3000% の2名攻撃でまた撃砕つきで殴れるということで、まあ、初撃2名狙っていくんですが、1名撃殺だけできるだけでも追加攻撃発動していくので、はい、初撃2体中1体しか倒せなくて、その残った1体の方が結構強くて
最後の3撃目まで残っていたとすると、1000、2000、3000で合計6000ダメージを最初にいたおそらく相手の主力の1体にぶつけることができるみたいなね、はい、敵1体に 6000% の撃砕付きダメージを出せるキャラクターってことで、はい、結構フィニッシャーとして強いキャラクターになってますね。でスキル2の方が6回攻撃なんですが、ダメージを伸ばしていく条件として敵が撃砕状態またはめまい状態じゃないといけないってことで、2つの種類限定のデバフを使ってのコンボになるので結構コンボ達成が難しいんですね、はい、その代わりコンボ達成できれば1万パー超えのダメージ足止めをしながらの攻撃をすることができるので、はい、そういう意味ではめちゃくちゃレアな動きをするんですが、コンボ達成がめちゃくちゃ難しいので中上級者向けのキャラクターになってます。お供にナタみたいな撃砕キャラクターをつけてあげたいとこですね。はい、そして天下人、おお秀吉ちゃん、あれなんか最近来たばっかじゃないでしたっけ。はい、秀吉に関してはスキル1もスキル2も HP が低い相手を狙っていくんですが、スキル1の方は相手のバフを剥がしながら殴っていて、筋力値で勝ってれば火力が上がるということで、最大で 5000% のダメージをバフを剥がしながら殴れるっていうところがメリットで、ダメージパーセント的にはスキル1の火力、バフ剥がし連撃キャラクターだと総比とか、あと真田幸村とか、はい、現環境だと火力がもうちょっと出てバフが剥がせるキャラクター結構出てきてしまっているので、はい、目立たない存在になっているんですが、秀吉はなんといってもスキル1スキル2両方とも HP が低い相手を狙って連撃ができるっていうところですね。まあ、フィニッシャーとしての役割としては未だに結構優秀な動きをしてくれるので、フィニッシャー系のスキル1バフ剥がしキャラクターのライバルでいうと北条氏康ですかね。火力としては北条氏康の方が高く触れがちなんですが、北条氏康弓将なんで脆いっていうところで、まあ、そこの耐久面と火力面を見てバフ剥がし系フィニッシャーどっちを欲しいかって感じですかね。まあ、基本現環境ではどちらのキャラクターもそこまで飛び抜けて火力が高いキャラクターにはなっていないので、まあ、今ナタも並んでますからね、見送りの方向が濃厚なのかなっていう感じですかね。はい、そして夏氷の階段劉邦、はい、この劉邦に関してはまだ UR のキャラクターになっているので虹待ちですね。はい、今回はスルーでいいと思います。はい、そして軍令、このイベントに関しては課金して覚醒弾をゲットするっていう意味では星少女内で一番課金効率よく覚醒弾を集められるイベントになっているので、理課金の人にもおすすめできるイベントですね。はい、まあ、ちょうど今少女の書斎があるので、はい、ナタゲットした人はナタプラスこの軍令プラス願い返しプラスみたいな感じで原宝を稼いでいくチャンスですね。はい、ちょうど水筒巨星も今回来るんで、はい、その水筒巨星の足しにもできるんでいいタイミングで来てくれたなって感じですかね。おすすめ課金イベントのうちの一つです。はい、そしてシステムのお知らせってことで、より良いゲーム体験を提供するため3月2日のメンテナンスにて副賞ボイスを改善させていただきます。また来ますか。いや、これ怖いんだよな。詳しい内容は以下の通りです。副賞ボイスのタップエリアを改善、一部副賞のボイスを追加、あ、変更じゃなくて追加ですか。あ、これならいいかもしれないですね。あ、これは了解料イベントになりそうですね。はい、まあちょっとね、過去に声優さん変えちゃうっていうね、結構大変な変更があったりして、上杉謙信推しの人だとか直江兼続推しの人が悲鳴を上げてたことがあったんですが、今回は了解料になりそうですかね。追加であれば了解料ですね。ん？以上？はい、以上ですかね。あ、今回あっさりしてますね。あ、やっぱりナタが出てきてるんでナタに集中してくれみたいな感じですかね。とりあえず月曜日のキャラクターに関してはナタを脅かすキャラクターは出てきませんでしたね。はい、あとは今ナタガチャ並んでいますが、残り6日間あるんで、次の金曜日のアップデで出てくるキャラクターがナタ並みのぶっ壊れの可能性ね。今年の3月は放置少女4周年の記念月なんで万が一出てくる可能性もあるので、ナタまだ取ってなくて取るか悩んでる人ですね、金曜日の新キャラ見てから考えても遅くないので、それまで無料枠分のガチャ回してナタとの信頼度を少しずつ高めていきましょう。はい、ということで明日は秀吉の分析動画っていうよりはナタ対策動画の方が見たい人多いと思うんで、ナタ対策動画間に合えば撮りたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、ということで今回もチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価ボタンを押していただくとめちゃくちゃモチベーションになるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そして YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのマニアックな情報をさらに知りたい方はこの動画の概要欄の URL から覗きに来てください。はい、ありがとうございました。